ジブリル・ウィルソンはシエラ・レオネのフリータウン出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはセーフティ。シエラ・レオネで生まれた彼はカリフォルニア州サンロゼで育った。高校時代はワイドレシーバーとディフェンシブバックとしてプレーした。NCWA ディビジョン I の大学からオファーを受けられなかった彼はシティカレッジ・オブ・サンフランシスコに進学した。2年後に彼は 南カリフォルニア大学、オレゴン大学、フロリダ大学からもオファーを受けたが、テネシー大学に編入した。2004年の NFL ドラフト5巡目で、ニューヨークジャイアンツに指名されて入団した。ジャイアンツでは4年間で、先発出場51試合を含む52試合に、出場し360タックル、6サック、11インターセプトの成績を残し第42回。 スーパーボールでは先発セーフティとして優勝に貢献、チャンピオンリングを獲得した。2008年、オークランドレイダースと NFL 史上セーフティとして最高級クラスである6年間3900万ドルで契約し、自己ベストの129タックル、1.5サックにインターセプトの成績を残したが、翌2009年2月20日わずか1シーズンでレイダースから放出された。 同年2月26日、マイアミドルフィンズと5年間2750万ドルで契約した。彼は先発フリーセーフティとして期待されたが、タイトエンドやランニングバックを十分にカバーできなかった。ドルフィンズが許した25ヤード以上のパスプレーの多くは彼がカバーするべき選手へのパスであった。この年、第2週のインディアナポリス・コルツとの マンデーナイトフットボールの最初のプレーで、相手 QB ペイトンマニングからダラスクラークへの20ヤードほどのパスに対して、タックルミスし88ヤードのタッチダウンを許した。この年彼は93タックル、1サック、インターセプトは挙げられず2010年3月5日チームから解雇された。2010年5月6日、シンシナティベンガルズと契約したが8月20日の、 フィラデルフィア・イーグルスとのプレシーズンゲームで膝を負傷した。ありがとうございます。